こんにちは、こんばんは。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりの方はお久しぶりです。ホビドワです。今回はこちらテスタメントザ・オーダー・オブ・ハイ・ヒューマンデモ版をプレイしていきたいと思います。本作は RPG とメトロイドバニア要素を兼ね備えた一人称視点 FPS ですね、視点のアクションアドベンチャーとなっています。 FPS と例えで言いましたが、シューターというわけではなく、そうですね、有名な作品とかで言うとスカイリムなどのような一人称視点の RPG 要素、ファンタジーな戦闘方法がメインとなる作品となっています。シングルプレイヤー用の作品ですね。本作は主人公がどうやら空に浮かぶ国なのかどうかわからないんだけど、どこかの王国の王だったんだけど、兄弟に裏切られてしまって追放の身になってしまった、命からがら逃げたみたいだね。持っていた力を失ってしまったようなので、力を取り戻しつつなんとか王国を取り戻す術を探していくみたいな冒頭になっているみたいだよ。ストアページのあらすじを見た感じはそんな感じかな。俺がちょっとね、間違ってるのかもしれないけれど、ちなみに今作オプションでね、日本語が選択可能なんですが、日本語になりません。デモ版では選択は可能なんですけどね、本編の方では日本語ができるらしいですよ。今回はこれでプレイしていきたいと思います。で、今作現在デモ版ね、ちょっと問題がありまして、もしかしたら今作ではなくて Steam の方の問題かもしれないんだけど、 PlayStation のコントローラーでプレイすると環境によっては二重に認識されてしまう。プレイステーションのコントローラーと Xbox 系のコントローラーの認識を行ったり来たりしちゃうんですよ。どちらも X インプットだからね。なので、今現在、プレイステーションではなく Xbox シリーズ X のコントローラー使用してプレイしています。プレイされる方はご注意ください。もしそういう不具合があったらね、ちょっと設定をいじってみてくれ。で、現在ね、あとは、AM がコントローラーだと初期の段階だと早すぎたので、ちょっとセンシティビティを、感度を1.0 から0.6 ぐらいに調整してやります。調整はやや適当めです。今回デモ版ということで正確な調整はしていません。もうちょっと早くてもいいと思うんですけど、こんな感じで。同じく、明るさちょっと1点上げようか。同じくこちらの設定で、ハイにしてあったんだかな、そうですね。クオリティをハイにしてやります。軽い感じの作品だったんだけど、今回は配信というか、収録ということで1点下げてあります。サウンドはこんな感じ、細かく調整可能です。では早速やっていきたいと思うので、よろしくお願いします。ニューゲーム、はい。主人公が国を追われたところからのスタートだったかな、多分デモ版はね。一応一度開始だけして音量の調整をさせていただいていますが、残念ながら日本語化ができていないのでね、かなり物語の面でも楽しそうですが、 FPS 視点、一人称視点のファンタジー系だとマイト&マジック以降ってあんまり出てない印象があるな、有名な作品ってね。あまりこうゲームが発売されないジャンルですね、ファンタジーだと。またもう一人来たか。これはひどいな。こんなところで何をしているんだ、若き人の子よ。ここは一人で来るには危険な場所だぞ。だが心配することはない。自然の父がお前を助けてやろう。そしてお前もすぐにここを自分の家だと思うようになるだろう。他の者たちと同じように。ネイチャーファーザーっていう名前みたいな、自然の父、彼のことですね。テスタメントザ・オーダー・オブ・ハイ・ヒューマン。ハイ・ヒューマンってどういうことなんだろう。やっぱり天井にいる者たちだからハイ・ヒューマンなのか、人よりも優れている、普通の人間じゃないってことなのかな、やっぱり主人公は。あの怪物はどうやら私の傷を癒してくれたようだ。I
have to get out before he comes back. あいつが戻ってくる前にここを出ないと。私は誰だのっていうスキルじゃないクエストが出てるね。あ、スキルといえば、あ、ここなしか。あ、見えますね。おっと、スキルツリーがあるね。どういうことこれ。こうやって。よし、ズームして。ああ、近接攻撃アップ、ヘルスキャパシティアップ。ディスクリプション。プレセットダッシュコントロールヨーダッシュディレクションバイホールディング。ああ、これ回避ができるようになる。あ、もう持ってるみたいだね。クールダウンタイム3秒4メートル。ホールドフォーラチャージアタック。あ、チャージアタックができるようになる。ヘビーアタックの強化版みたいな感じで表示されてるね。なるほど。スキルツリーを取ると、スキルが入手できるだけではなくて、強化されていくってことね。これはライフバリア。A defensive magical spell that makes a projective barrier around the caster for a specific amount of time. あ、使用者を防御してくれるバリアを発生、一定時間発生させる魔法とのことです。It will break if the caster takes a certain amount of damage. このスキルは、一定量のダメージを食らった場合、キャンセルされる。キャンセルというか、まあ、無効化される。バリアが壊れてしまうっていう意味ですね。ライフバランスは敵からライフを取れるのか。強力じゃねおめえ、それ。あ、フォーヒットコンボ。あ、コンボですね。なるほどね。ガーディアンパウム。あ、敵を押しのけるヘビアーツ、エンドオブザライトアタック。そうですね。ライトアタックコンボ。弱攻撃のコンボのラストに、ヘビーアタック、強攻撃を混ぜると敵をノックバックさせることができるみたい。なるほど。なるほどね。RT、RT、LT で発動することができる。ベースダメージ 0.3HP。マナキャパシティとかも上がるんだね。魔法とかを組み合わせていく。こういうファンタジー系って面白いんですけど、少ないんですよね。ソアリングフラッシュ。なるほど。属性もあるのか。ないわけではないんですが、一人称視点のこういうファンタジーって非常に少なくて、マジカルスロット。あ、これね、なんか魔法を最大で4スロットまで入れられますよっていう能力があるみたい。弓矢も使えるのいいよね。スカイリムって言えば俺、剣と、うん、魔法とかも使うんだけど、弓矢もめちゃくちゃ使ってたんですよね。自分が誰なのか見つける。シャードオブクリエーション。あれも気になるね。インベントリ。トビンなどもいろいろと見れるんだろうね。まあ、ここは進めていこうか。メトロイドバニア系の要素もあると言っていたから、アクションが増えてくのかな。オークとか死んでるやついるんで、あいつ何してるんだろう。何？ああ、空から落ちてきたときにこのオーブをなくした。これはシーカーズを探すための唯一の手がかりだ。リラって言ったか、なんか読み飛ばしたな。What a foul smell. ひどい匂いだ。オークなのかな？これはどういう種族なんだろう。アルワ、I will not let you destroy the legacy of our ancestors.アルバは弟かな、裏切った子。裏切られたっていう話だったからね。ちゃんと足も見えるな。チュートリアルだろうね。RB で登るの珍しい。あ、RB でジャンプだ。結構ジャンプするんだろうな。重要なこと言ってたっぽいけど、ちゃんと見れなかったぞ、俺は。なんて言った？なるほど。おっと、ネイチャーファーザーさん来た。LP でダッシュ。よし。ダッシュ早いな、お前、主人公。なんだこれは。回復か？ヘルスポーション。あ、もう持ってない。もう使ったのか。早い、主人公。
助けてジーザス。私から逃げるんじゃない。傷を一旦癒してどうするつもりなんだあいつは。そうだ、自然の一部になれ。木に変身させられちゃうのかな。よし。第一部か。Wake up. Wake up, Aran. Raya. Raya. Raya.剣は、俺、剣振り回したい。剣振り回すとの、のと、銃ぶっ放すの大好き。あ、始まった始まった。Where am I? 私はどこにいるんだ。ジャーナルにレイチャーファーザーが追加された。Arm yourself。そうですね、武器を見つけろ。武装しろっていう意味だけどね、正確には。登れるな、お前。やるな。新しい場所を見つけ出すと、経験値が入るんだね。オープンワールドっていうか、これ、結構、探索範囲広いタイプなのかな。シングルプレイヤー系のファンタジーって戻れなくなる作品もあるので、昔の話ですが、さっき言ったみたいに、あんまりバリエーションないんですよね。こういう一人称視点のファンタジーって。One of the Seeker's forbidden chambers lies beneath the Highlands.I need to break the sacred oath between high humans and the seekers. I must enter the chamber. しか。だな。いけるな。お、落ちるとどうなるんだ。落ちれるのか、落ちたらアウトなのかな。おお、やっと。A common sword. 普通の剣だ。I can use it for now. 今のところは使えるだろう。あいよ。よ、攻撃テスト。これか。ダッシュないんだ、そういえば。あ、ごめん、ダッシュないんじゃない、あの、ちょっとか、考えてて言ったことが違った。しゃがむボタンってあるじゃないですか。これがダッシュボタンの場合が多いんだけど、ダッシュボタンが他のボタンになってるのちょっと気になったので、言ったことと考えたことと言ったことが全然違う。あー、もう一つのやつはじゃあマナか。回復。緑クリスタルがあれだったらね。ステルス。This enemy gets a piece about alert. あー、なるほど。説明が出ましたね。回避ボタンが、回避どうやってやるって書いてあった？オープン。ああ、なるほど。キャラクターメニューを開ける。はい。スキルツリー。はい。アイテムシステム。You unlock new skill, you need perk point. You gain one perk point from each level up. なるほど。アイテムシステム。The damage of an attack is created by multiplying the damage to each attack by the number shown in front of this related type. なるほど。アイテムして、Life Force, Light, Fire, Gravity, Void。まあ、あれ、タイプですね。これを取る。はい。データスもアップした。あ、取ってない状態だったのか。なるほど。なるほど。LB を押してダッシュね。こうか。そうですね。LB を押してドッジまだ統一されていない。まあ、統一されてない。これはまあもう基本的な攻撃なので絶対必要ですよね。どう考えても。ベイビング。敵に気づかれずに敵の背後に忍び寄ることができれば、スニークアタックをすることができる。Have you can deal heavy damage to the enemies executing a sneak attack?しゃがんでステルスやってねーって言ってますね。敵の頭上にアイコンが表示されるらしいから試してみるか。表示されてる？あ、出た。こういうことね。
なるほど。これは、表示とかにもう一声欲しいな。なんか表示じゃない、ごめん、SE にもうなんか欲しいな、もうちょっとなんか。テルスなんか知らねえ。来いよ、兄弟。よし。テルスなんかいらねえ。そしてやっぱり敵を倒すことで入手できる経験値よりもクエストなどを行って入手できる経験値が多いタイプの作品みたいだね。メトロイドバニア系の要素があるってことだから完全にリニアではないと思うんだけど、ここら辺どうなってるのかも気になるところだね。おいおい、なんでデータセレクティングアイテムプレスセレクティングアイテムというザー、なるほど。ここでセレクトして、あ、なるほど。デュレーション、ダメージリダクション。ああ、一時的に30秒間、ダメージが少なくなるってことね。オッケー。わかった。来いよ。コンバット。By hitting an enemy with the second hit of the light attack combo, you can interrupt their motion. ああ、そうですね。近接攻撃の弱攻撃、ライトアタックですね。の2回目の攻撃を敵に当てると、敵は一旦逃げそって、まあ攻撃、敵の攻撃を妨害することができる。うん、敵に赤い印が出ているときは、その、こちらの攻撃でキャンセルすることができないみたい。これかな？ヘビーアタック。敵のヘビーアタックね。よし、オッケー。おいよ、兄弟。おっと。このダッシュ、何度も使用できるように強化あるかな？あるんだったら使いたいところ。敵が結構こちらに気づかないですね。超近くで戦闘が行われていたのに全く気づかなかった。あ、いけそうだけどいけないか。まあ、序盤だしね。回復使用するべきか。ポーション使用回数に制限があるタイプだから、持てる回数にもね。うかつに使わないようにしてるんだけど。えっ？The container resource used to craft the item your will. ああ、作成できるってこと？まあいいでしょ。クラフトって出たしね。これ弓矢じゃん。いいね。Y で持ち帰るのか。A hunting bow. It looks usable. これは使える。A skeleton mat. Let's test a bow.これでいいのかい？なるほどね。B でこっち。ああ、なるほど。こうやって切り替えるんだ。同じボタンでよかったのでは？同じボタンでよかったのでは？なぜわざわざ別のボタンにしたんだろう？何か理由があって別のボタンにしたのかな？ After the Great War, I was spent. That treacherous Arva.He drained my spirit force. Right now, my only chance remains at the Seeker's Chamber. I have to get to the Chamber of Radiance. Seeker's Chamber に行って能力を取り戻すのか。力の名称も忘れちゃったけど、なんか力をアルバに取られてしまったぜっていう感じのこと言ってたから今主人公が。Rock on.These savages never showed any respect for life. I exiled this bloodthirsty tribe to the highlands for endless slaughtering. よいしょと。シャードオブクリエーション、アロー。RB で取る、なるほど。
を殺した。で、あそこにいるやつは？当たってねえな、これ多分。まだ敵がいるので、できればここから倒したかったんですが。あ、敵に向かってジャンプってできるのね。なるほど。バット。まあ、近接攻撃混ぜて使ってにーっていう。これ、射程外っていうことでいいのか。あ、当たった。違う。俺が下手なだけだった。わかった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 。わかったわかった。こっち来い、こっち来い。よし、オッケー。ここは回復するしかないだろう。回復してる時って、ちゃんと回復してるかよくわかりにくいな。シャードオブクリエーション。シャードクリエーションがあれば、一定数あれば、アイテム作成できるよっていうことでいいんだよな。持ってないアイテムを。500って出たじゃないですか。あれあると1個作れるよっていうことだと思う。説明があったんだけど。姿勢がね、本当はあったんだけど、アロー。気づくだろ、さすがに。さあ、来い。まどろっこしいの嫌いだ。やろうぜ。痛い？あ、よっと。It's over. It's over. てか。チェックポイントみたいなのないのかな？お金とかの概念も今のシャードオブクリエーションがあるだけだけど、シャードオブクリエーションお金の代わりに使用するのかな？敵を一定数倒すとこれ見れるようになるのかな。タフネス、アタックタイプ、ダメージとかが見れますね。お、いろいろと説明も出ているね。キャラクター、装備品の項目がないけど、もしかしたら変えられるようになるのかもしれないね。ここら辺ちょっと気になるな。どういう仕組みになってるのか気になるところだよね。RPG 的な要素は多ければ多いほどいいかな。このタイプの作品だったら。ただシングルプレイだから、どうなんだろう。ストーリーを追っていくだけのタイプかもしれないし。ファーストトラベル。You can instantly travel long distance between two beacons. ああ、じゃあ戻って探索することができるんだ。We high humans use them as portals to traverse the realm.ただ、現時点だと、まあ、他のビーコン見つけてないから何もできませんよっていうね。メトロイドバニア要素があるとのことだったから、ゲーム進めていくと、例えばこのドックエリアを移動できるようになったりとかするのかな？もしかしたら。ネイチャーファザーが、うわら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 って言ってますね。This creature just doesn't give up. You destroyed my jungle. 俺何もやってないかな？俺何もデストロイしてない。ウォールランできるのお前。ウォールランできるの主人公。お、やるね、主人公。白い壁じゃないと無理ってことでいいんだよな。これ気づかない場所出てくるぞ、多分。わしとか。The level of each enemy is shown above their head. Each color indicates the power difference between you and them.なるほど。敵のHP の下に表示されているのは敵が強いかどうかを見るためのインディケーターだっていうね。やっぱ当たんないか。あそこにもいるんだよな。あれ撃ってきた、もしかして。止まってくれねえかな、あいつら。うろちょろしやがって。Every damn monster in the realm has become so powerful.
体何が起きてるんだ。このレルムにいる。この場所だよね。にいる。敵が全て強く強力になっている。もうアローがない。アローが欲しい。アローがあれば。さあ来いよ、兄弟。バグらせられないかな。え、数多くない？これ全員は無理くないか。早めに回復。やばい、回復。これ多分避けろっていうか戦うなよっていう話だと思うんですが、嫌だ、俺は戦うの大好き。おっと、そうは問屋が下ろさないぞ。あ、外した。バリバリ強攻撃外した。 It's over. It's over. よし、殺さずに逃げろってことだったのかな、さっきのは。弓は全部使っちゃったしね。まあ、通常の人だったらそうするだろうね。俺は普通じゃない人だから。ここはちょっとね。弓矢の矢は作れないのかな？矢が作れると超便利。クリエーションのやつね。やっぱ結構シャード使う前提だったみたいだね。現時点だとスキルポイントとかそんなにないし、選択の余地がないので戦うときは弓矢で数減らして、ステルスと弓矢で数減らしてっていう感じだね。魔法とかいろいろと能力が解放されてきたらまた別だと思うけど、今の段階だとこんな感じになっちゃうね。弓矢が欲しい。弓矢が欲しい。遠距離攻撃大好き。光っとる。取らなきゃ。あ、なんだお前。Lust for power. History of Highland. Learn the Highland's history. ああ、見つけ出せ。なるほど。サイドですね。レベル5のサイドってことは、もうちょっと進んだ先とかに行かないと入手できないやつがあるんだろうな。こいつらハーフリングなんだ。赤なだけに、敵が赤なだけに結構経験値がもらえますね。使っとこう。パープルって何なんだろう。めちゃくちゃ強いじゃん。これは見つからずに、見つからずに本当は一発当てないとダメだった感じか。近い。待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、やられた、やられた。道を塞がれてしまったぜ。この先に行きたかったんだが、やられてしまった。あいつは見つからずに仕留めないとちょっと難しいな。仕留められるのかな、ステルスアタックで。一撃でそれでも死ぬのかな、レベル差関係なく。あ、ここまで戻されちゃうんだ。なるほどね。あ、でも倒した扱いになってる。復活しないんだね。アイテムは復活してる。経験値はどうなってるの？入手した状態なのかな？そこはちょっと気になるね。まあ、今回はデモ版なので関係ないといえば関係ないんですが。そうだね、アイテムは入手する前の状態みたいだね。Damn halflings. こいつは赤なので、まあなんとかなる。よし。問題は奥のやつか。ちょっと待ってね、経験値チェック。293。あいつ途中で曲がるってことでいいのかな。
移動しな。こっちに気づくのか。あっち行くかな。おお、マジかよ。助けて。これ一回バレたらおしまいってことでいいのかな。どこまで追いかけてくるタイプなのこれ多分。後ろから殴ってきたりしてね、イベント中。俺が弟か。Struggling with lowly creatures. How can you stand before me after you slaughtered all your brethren? Being so proud for disgracing your king? Why did you ruin everything when we finally had a chance at destroying darkness in Tessara once and for all? Why? Even now you won't stop blabbering about the Seeker's ideals.Why do you insist on being a puppet to an old relic? Haven't we sacrificed enough? Why must I repel darkness when I can embrace it? Where did your way of light get you? After 10,000 years, you're still a fool. I failed this realm as its guardian, but it will not happen again. It's your last chance to turn back, Harva.This time I won't hesitate to cut you down! You took being for the failure of the king. Standing against me without your powers, but even as a high human you couldn't. Try it, mortal. Let's see your futile struggle to change this realm's fate.Four Gardens was our home. How could you destroy it? そうですね、やっぱり力を失っちゃってるみたいですね。ハイヒューマンだった時も私に勝てなかったのに、人間となった今勝てると思っているのかみたいなね。秘密にはそういうことは言っていないんだけど。こういう感じの会話だったというね。もう少しで闇を完全にこの世界からなくすことができたのにというふうなことを言ってたんだけど、闇とは邪悪な種族たちのことなのかな。今逆に邪悪な種族たちが強力になってるっていう話をしていたね。主人公現在マナーはないみたいだけど、多分今向かっている場所チェンバーに、シーカーズチェンバーと言っていましたね。どこに行くことで魔法の能力を解放できるって感じかな。He said the oath is no more if Tessara falls to darkness. さっきの場所、多分下行けたよね。わかるかな、あのなんか壊れそうな板があったので地面。ストンピングみたいな能力があれば割れそうだった。結構何箇所か再度探索できそうな場所ありましたね。チャード・オブ・クリエーション。The entrance to the Chamber of Radiance。ボス来そうだな。アザーさん追いかけてきてるだろうし。悪質ストーカー？悪質じゃないストーカーがいるのかという。出た。マニヒット。あ、剣をアップグレードすることによって強力な
コンボアタックを行うことで、これはスキルツリーでの強化のことを言ってるのか、本当に剣を強化する要素が今後出てくるのか。まだ希望を残されている。力を求めて通れないか、さすがに。うっ、あっ、よし。あ、なるほど、失礼いたしました。あいや、あいや、よし。高すぎるとダメージを負うのね。なるほど、まあ、そりゃそうだ。なんだ、パズルか、パズルタイムか、パズルタイムなのか。チェンバーオフラディエンス。Why would you abandon Tessara? With your knowledge and power, we wouldn't have lost so many people in the war. What sin had Tessara committed to deserve such a fate?何があるんだ、これ。There's a strange fluctuation of power here. ここに、だよね。Calamity befalls the realm. The tree of darkness blots the sky. As the light disappears, we bestow you the power of life.Bearer of the Orb, claim this power. May the truth enlighten you. Oh, かっこいいね。I feel the power coursing through my veins. My lost spirit. Oh, MP, MP 出てきたぞ。It seems you have not completely discarded Tessara. スピリットポーション左押すことで使えるぞと出ましたね。これで、こちらのツリーの、そうですよね、こっちですよね。この左側のこれが取れる。パークアキュレット、次にも持ってますね。Bell of Seekers that allow its users to siphon life force from the targets。そうですね。敵に与えたダメージの何割かが、主人公に HP として入ってくると。まあ、回復ができるっていうのがでかいですね。あ、これ魔法打てるようになるんだ。Offensive Spell of Life。なるほどね。バーストデュレーション、ベースダメージ1。別のトラップ系の魔法ってことね。敵をスタンさせる能力か。これ、このままライフなの？これ種類違うんですよね。ライトウェーブ。使えるのかな、主人公。スウォードダンス。おっと。おっと、ちょっとかっこいい。かっこいい感じの。なんか、武教者の作品で出てくる能力。シングラリティ。マジックスロット追加。デスクリプション。あ、これいいですね。面白いのがいっぱい出てる。さて、使い方の説明はどこかで来るはずだ。とりあえずダッシュしよう。なんで、ここにまたオーブ突っ込めばいいのか、任して。穴があったらオーブ入れちゃう、主人公。なんてライトパズル、ライトソース、メインジェム、ミラー。見なくても明るい。なんてセレクト、ロテーション。なるほど。で、ジェムにつければいいんだな。わかった。あ、この2つしかできない。じゃあ、この2つしかできないんだったら、ここに当てないとダメなんだろうな。なるほど。よし。経験値多いね。もっとパズル、もっとパズル。経験値もらえるんだったらパズルもっと入れてもいいよ。This place feels like a different dimension. Without the orb, it's impossible to get in. The seeker's most prized possessions should definitely be here. はいや。そいや。いや。またパズル？違った。俺レベル上がったぜ、やった。ワークポイントで、イエーイ。あー、どうしようかな。まだスキル取っ
ってないからな。こっち取っちゃう？チャージドヘビーアタックとかも欲しいには欲しいんだけど、攻撃力プラス1点、棒ダメージアップ。近接に、あ、まあ、ここまで来たらっていうことね、こちらは。ダッシュストライクか。別に欲しいんだけど、デモ版で取る感じはないし、これ取っとこうか。これ取ってみようかな。ただこっち使っちゃうからな。どうしよう。これバリアか。これは使えそうだし、バリアの方取ってみる？試しに。弓矢関連のやつ取れないね。なんでだろう。弓矢持ってるのに。今回のデモ版では関係ないからなのかな。RT、RT、LT で敵を吹き飛ばす攻撃。これも欲しいけど、まあ、これ取ってみましょう。説明出るだろ。魔法まだ使ってないからね。なんか説明出るでしょ。These are legendary artifacts of seekers. The artifacts of power, knowledge, and control. Each chamber holds one. なるほど。なるほど。了解した。こうだな。はいよ。よし。Knowledge。知識ね。それは俺にはないものだ。知識と知恵はない。勘でプレイしてる。私は雰囲気でプレイしています。なるほど。なるほど。事前に乗れってことだな。戻っておいで。OK。いいよ。Thank you.よっしゃ、アンシエントゲート。なんで縄がこんなところに。ちょっと待って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 、もうちょいもうちょい上。オッケー。あ、これ普通にここ、こんな感じ開かないよね。だってこれ開かないっすよね。来るタイミングミスったな、多分。明らかに来るタイミングミスったやつだな、これ。あの向こうのやつ起動させてからだったよね。あ、いいや、もう戻るでしょ。最初からになる。なるほどね。あれ戻るんだ。で、こっち来て、これで開くってことでいいんだよね。え、合ってるかな？合ってる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 。合ってるみたいだね。これはチェスト？どっちから開くんだ？これ、ここでいいのかな？ガザーズタリスマン。何使うものだ、タリスマン。スピリットシールドが発生する。なるほど。こうね。俺は操作難しいな。あれ同時にやるのちょっと難しいね。やってるときに。ああ。なるほど、理解したか。よし。まさかちょっとガチめにプラットフォーミングさせられると思っていなかったのでびっくり。はいよっ、まあ、届くでしょう。はいよっ、どこだ？よっ！よし、届いた。勝ったな。何？
何？ちゃんだ。またオーブ突っ込めばいいんだな。To serve the creator's purpose, following the path of light, we've seen the evolution of life, the establishment of civilizations, the rise of nations, the downfall of races. From one world to another, we travel the universe.Encounter dark spawn everywhere. We will fight. この世界の住人じゃなかったんだ。シーカー探し求める者たち。We are the seekers of the truth. We are the seekers. You people taught us the way of light, to never surrender to darkness. But why did you leave Tassara alone when darkness shrouded everywhere?シーカーズどこ行っちゃったんだろうね。主人公がなぜタサラで会ってるかな。この世界の名前だと思うんだけど、が闇に包まれた時、あなたたちは助けてくれなかったの、どこへ行っていたんだっていうことを言っているので、穴があったらオーブを突っ込む。ああ、マジか。ちょっと待って、どことどこを調整できる。なるほど。あ、ここって向こうに行けるってことか。なるほど。待って、どのぐらい行ける？こうか。いや、わかんないよ。試しにやってるだけね。あー、意味ねえか、こんなことしても。意味ないかな。意味ないな。これチェンジできるんだけど、途中にもう一個あるから関係ない感じか。そうだよね、ここからだと意味ないもんな。アプローチが違うか。よし、これは面白いですね。よかったよかった、できてよかった。あ、またそろそろ多分ね、電話番だからこれ見せたいんだと思うんだけど、そろそろ正直言うと、あのジャンプするタイミング考えてなかった。危ね。多分こういうパズルとかプラットフォーミング要素の部分を見せたいんだと思うんだけど、魔法手に入れたし魔法使いたいっていうのがちょっとある。正直な話。あー、宝箱があった、通りたかったな。来ちゃったものしょうがない。別に取らなくてもいいんだけど、なるほどね。あと届かない。あ、届いた。届かないと思ったのに、いけたぜ。下にある宝箱が取れてないんだよね。まあ無理に取りに行こうと思えば取れるけど、まあいっか。
おお。回転しますねー。え、これ止まらない感じ？止まるやつだったわ。あれ多分。止まるやつだったわ。ジャンプするんかなーってちょっと思ったんだけど、多分止まる？止まった止まった。一瞬止まるみたい。しちゃったぜ。間違えて落ちちゃったけど、タオカラバがあったから結果オーライ。溺れた、よかった。なんぞこれ。これは一体どこに行けばいいんだこれ。うむ。うむ。え、どここれ。どこに行けばいい俺。そこスタート地点じゃん。これなんもないじゃん。はいやーいや。絶対ここじゃないな。かけてもいいがここじゃないな。今なんて？これさっき回転してなかった。気のせい。気のせいじゃないな。回転してたな。なるほどね。向こう行く前にこれに気づいてればよかったっていう、そういう話だったのね。なるほどね。ここだ。え？え？で、何がどうなったこれ。よっと。このクリスタルが出てきたわけではない。なんか足場が動いてるな。あれに乗れってことか。確かに乗れそうだな。よし。なるほど。そしてここか。ノーうん。これちょっと思ったのが、こういう失敗するところが結構多いのに、そこの場面の一番最初に戻されてしまうんですよ。そこの場面の一番最初ではなくて、普通にその場面落ちたところ、ちょっと一歩手前の足場から再開でよかったんじゃないかなという感じがちょっとするね。移動が一手間なので、終わりじゃないの？違うの？え？終わりじゃないのかな？あの中央のやつに行けってことか、そうか。もう一つあるのね。確かにやってなかったもんね。これで開いたかな？開いた。あと、そういえば入手できる経験値の量本当に多いね。パズルのふりしたアクションだけどね。真っ黒を突っ込んでいく。 The truth to all things. The one who createsIts will is omnipresent, and its power is omnipotent. Truth bestows us the glory of light. From destruction, a will rose up. It has gained sentience. Darkness is what it's called. Some of the seekers succumbed to darkness, as they felt the truth.Was not enough. They named themselves Awakened. 目覚めし者ね。Awakened? What nonsense.
As fallen seekers, their arrogance has no bound. In Tessara, they've even presented themselves to mortals as gods. なるほど。回転するの面白いな。こっちだな。あ、これは面白い。頭こんがりがりそうだけど楽しいね。一定時間内にどこどこ行くみたいなのになりそうだな、最終的に。なんだこれ、特殊な剣か？特殊な剣だ。Great sword.It has high light attribute. This is the perfect weapon against darkness creatures. なるほど、ソードオブザトゥルス。真実の剣。これ、でも、あれなんでしょう、兄弟。フレーバーテキストなんでしょう。あの、武器変わったけど同じ武器なんでしょう、実は。そうですね、あとはここから出ろっていうふうに出てるね。どこ行けって？なるほど、ここだな。そろそろレベルが1点上がりそうだぜ。レベルアップ。どうしよう。コンボ？高コンボよし。HP とコイルが上がるからこれにしよう。ちなみにここをやると、あ、これでも2点なんだ。俺的にこれとこれ合わせて2点なのかと思ってた。よし、何かしら説明が入るだろう。魔法の In the Depths。から出る方法を探す。結構デモ版長いね。よく作られてる。あ、X ボタンでチェンジか。これとこっちが敵から吸うやつね。なるほど。MP は時間経過とともに自動で回復されるかな。Halflings、Let's test my new powers.私の新しいパワーをお前らでテストしてやろう。こいつを喰らえ、気分はシス。よし、終わった。これ武器の攻撃力上がったのかな？剣はね、あの、ピカピカなやつになったんだけど、攻撃力上がってるかは知らね。蔵ここ。もう走ってたしね、俺今。バレるわな、そりゃ。ライト&マジックマジで思い出す。これいろいろと使い分ける感じになりそうだな。 MP やっぱり自動回復なしか。ポーションがあるもんね。ポーションじゃないけど MP 回復用のやつがあるわけだからね。隣にあるやつって爆発しないのかな。ああ、当てられた。あの遠くのやつ狙うのやめよう。ま、あいつか、投げて当ててきてるの。あ、一撃で倒せた。ヘッドショットになったのかな、扱い的には。倒せるなら倒したい。
こに行ったハーフリング。おっと、当たってしまうか。MP 回復。MP を回復して魔法で、魔法で敵の HP 吸いたいな。チューチューしたい敵の HP を。回復しとこう。敵の HP チューチューしたい。登れないか。いや、登れそうだけど。まあ、今回はいい。探索とかはね。よし。魔法で倒した風だけど、魔法で倒してねえよな、あれ。その場で持っている武器で倒した風になるってことだよね、要は。おっと、よくあるやつ。あ、マジか。よくもやりやがったな。ここあれだな。あ、サイドのやつ使えなかった。ただ敵から吸える HP の量が少ないので、倒すまで結構時間かかっちゃいますね、やっぱり。攻撃ついでに回復もできるっていうのがでかいですけど。Damn halflings! ダッシュストライク欲しいな。ダッシュストライクがあればね、さっきのなんとか対処できたんだけど、ダッシュしてすぐ攻撃ってでかいので。This is the last one. あとはあいつだ。オッケー、もうアローがない。It's over. そして MP 回復。これどっちかっていうとバリア張って殴りに行った方がいいかな、今の魔力だったら。威力がかなり低いので、時間がかかる割に威力が低いね、今のところ魔法は。ガツッとダメージが入るタイプでよかったかもしれないな。探索できる範囲がちょっと大きくなってきたかな。例えばスライディング欲しいな。ダッシュ中にしゃがむとスライディングみたいなちょっと欲しい。いけそうなんだかな。魔法か何かがあると壊せる？炎系の魔法とかだっかな、もしかしたら。Given the ancient law of light, I spared them. As the guardian of the realm and a high human, I was banned from killing mortals. But these monsters don't deserve a second chance. They haven't changed their ways at all.通れないな。ここに来る必要があったっぽいけど通れないよね。どういうことだ？別の場所が開いたのかな。戻ると例の壊せなかったところがだよな。どういうことか。
バリアの残量が知りたいな。このバリアはやっぱり強力。めちゃ使える。ラフズハート。ファイヤーアロー。ここね。シールドめちゃくちゃ使えますね。MP シールドのために残しておいた方がいいレベルで使える。めちゃくちゃ敵の前でぼーっとしても大丈夫だったからね。使えるね。かなりプレイできるデモ版だね、本当に今回は。弓矢はもうちょっと威力欲しいところだな。あとどこに当たるのか若干分かりづらいという問題があるか。倒した。撃つ前に赤くなってくれると助かるかな。今のところ撃ってヒットした時にしか赤くならないので。あとワープポイントがすごい少ない、細かいところだと。まだやっぱり探索できるような場所じゃないってことなのかな。4回そういえば攻撃ができるようになってだいぶ楽になったね。戦闘が4回攻撃でかいですね。2回目で1回敵の攻撃がキャンセルできるから、結構バンバンヒット、敵の攻撃にヒットしてても倒せる。どこに上がる、さっきのやつ。いた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 。言えるんじゃねえ。まあキャンセルできる攻撃とできない攻撃がありますけどね。痛い。やっと倒せたぜ。上に壺などがあるので壊しておこう。まだあったけど、こういうやつからは物出ないのかな。白いやつからだっけ。白い何かが塗りたくってあると、バイオハザード思い出しますね。バイオハザードも黄色いペンキとかが塗りたくってあるんですよね。見えやすいように。黄色でよかったんじゃないかな。これもう白でもわかるけどね。黄色いと、すごい見やすいんですよ。没入感は減るんだけどね。ゲーム的な。どうせペンキ塗るんだったら別に。っては思うかな。これでこっから出られるか。あ、マジか。はい、こんにちは。オッケー。こっちだね。だかずでん。さてと、このまま攻略がもうクリアが近いのかもしれないけど、ここら辺で終了しようかな。ちょっとボスか何かいるかだけチェックしよう。そういうわけではないみたいだね。ここら辺でさすがに終了しようか。長いので、かなり長いデモ版なので、戦闘が始まってしまったけど、ここら辺で終了しようか。ということで皆様いかがだったでしょうか。なんとなくどんな感じの作品だか紹介できたと思うのですが、プレイした感じ、かなり面白いね。
気になった点もいくつか挙げるつもりだけど、とりあえず、戦闘とかも面白いし、魔法とかを入手するとさらにいろいろとバリエーションが増えそう。この強化をすると、何か強化するとステータスが上昇していくっていう仕組みも面白いよね。スキルを取るついでにステータスが上がりますよっていうのはかなり面白い。その代わり何取ってもスキルが増えていくから、基本的にはそのスキルツリーはちっちゃめっていう感じかな。まあそれでも必要十分な感じかな。全部取れるかどうかはちょっとわからないけれど、こちらで棒とか、まあ通常の HP も取っていくと通常 HP も上がりますよ。こちら近接攻撃上がりますよ。一部は魔法とか他のも上がりますよっていうのがあるね。こちらがちょっと気になったんだけど、通常攻撃は上げていくとシナジー的な話になるんだけど、ほとんど近接攻撃が上がる他のものがない。近接攻撃ここあるじゃないですか。これは上げていくと途中にこういうのがあって、魔法のパワーも上がりますよっていうのがあるんですね。いくつか途中にいくつかあるんだけど、逆に他のところは基本的に近接攻撃が上がりますよっていうのがあんまりないのが気になったかな。ここ取ると向こうのあれにも効果を及ぼしますよ。系のものがもっとあってもよかったかな。でもまあ必要十分だし面白いと思います。スキルツリーの仕組みは好きですね。アイテムなどは今のところ武器とかがないのがちょっと気になったところと、あとこのシャードオブクリエーションを使ってこういう一時強化用のアイテムを作成するんだけど、あんまり使いたいと思わないかな。強力な、やつがあって、多分ハードモードでやるときとかに使えるけど、ノーマルモードだといらないんじゃない？レベルにはちょっとなっている。あとはちょっと惜しいなと思ったのが、今作ガードがないんですよ。回避があるんですけど、ガードもこのタイプの作品だとあった方がいいかな。このタイプの作品だとガードがあった方がより戦略性が増すので、個人的にはガードが欲しいなっていうふうにはちょっと思いました。まあただここら辺はね、ここら辺のダッシュ後に何々ができるっていう能力を持つとよりやりやすくなるかな。こことかもダッシュが3回連続でできるようになりますよっていうのがあるんですよ。取ってないんだけどね。そういうのがやっぱり入手できるとより簡単になるので、簡単になるし、プレイスタイルが増えていくので、このバックワードとかもそうだよね。回避しながら攻撃できますよとか、こういうのがやっぱりあるとまた違うので、まあ、盾がなくても大丈夫にはなりそうな気もするけどね。そんな感じになっていますね。あと気になった点としては、これタイミング多分、ミスってる気がするんですけど、魔法を手に入れた後、パズルっていうか、プラットフォーマーの要素があったところあったじゃないですか。あそこ長いですよね。やっぱり。あのプラットフォーミングが始まる前に、魔法を一回何かの戦闘で使わせた方が良かったと思う。魔法せっかく手に入れたのに、実際に使えるようになるまでちょっと時間がかかっちゃう。もうちょっと前にやってもよかったかな。あとは、チェックポイントをワープできるポイントが少ないっていう風には感じました。ここまた戻らない場所っていうことなんだろうけど、かなりそうすると無駄なマップが多い印象。探索できる場所もうちょっと増やしてもいいかなっていう感じはしますね。どちらにしろ、ワープポイントがあるってことは再度探索可能な場所があるということなので、そこら辺はありがたいかな。あとは、今回のプレイでは、メトロイドバニア的な探索要素がどこに追加されているのかが確認できなかった。多分探索要素をメトロイドバニアって言ってるのかな。ただ探索要素っていうだけだったら別にメトロイドバニアじゃなくてもソウル系でも探索要素はあるからね。これはちょっと気になったかな。もしかしたら実際に二段ジャンプとかが手に入るのかもしれない。このデモ版だと確認できなかったけど、もうちょっと進めると手に入るとかあるかもね。そんな感じです。どちらにしろ、現時点でも面白い作品かな。インディーズらしい気になった点としては、なんかさっき言ったみたいに、プラットフォーマーのところ長いだとか、出るタイミングちょっとおかしいなとかっていうのはあるんだけど、それぞれやりたいことはなんだかわかるし、面白いかなっていうふうに思います。あとはファームとか、装備品の概念とかがあったらより良かったかな。
このシステム、スキルツリーのシステムが面白いだけに装備とかの概念がないのがちょっと残念。特にでっかい宝箱を開けた時ってすごく嬉しくない？入手できるのが基本的にアイテムか、ほら一時的に強化される系のアイテムか、A のクラフト用の素材なので、まああんまり嬉しくないですね。そこがちょっと、もっとこう、宝箱、大きい宝箱を見つけたときって、ウォーってなる何かが欲しいんだけど、そういうのがなかった？そこが残念ですね。気になった点はそんな感じかな。どちらにしろ良作であることには間違いないので、こういうシングルプレイ系の作品、好きな方はぜひチェックしてみてください。デモ版だけでもかなりボリュームがあるから、正式リリース版がどのぐらいのボリュームになるか気になるところだね。スキルツリーもっと大きくなったりしてね。もしかしたら他にもなんかコンテンツが追加されるのかもしれないし、チェックした方がいいかもしれないところですね。では、今回のプレイはここら辺で。気になった方はぜひチェックしてみてください。コメントや感想、チャンネル登録などお待ちしております。動画下記の概要欄の方に今作のストアページや、私のツイッターへのリンクなど貼ってあるので、気軽にフォロー&チェックしてみてください。もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今回のプレイはここら辺で。また次の作品でお会いしましょう。ホビドアでした。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。